みなさん、こんにちは。クッキーフライドチキンときまして、今日もごちそうを作ります。こちらプレーンの生地とふっくらの粉を使います。で、これをまた伸ばしましょう。で、ふっくらの粉、はい、大のすり切り1杯分を入れまして、で、いつものように折りたたんで、はい、で、伸ばしましょう。でね、8回繰り返しましょう。では、こちらのくまさんの型に入れます。でね、ギュッギュッギュッと。では、オーブンに入れてと20分くらい待ちます。ピッ。では、焼いてる間にポテトとナゲットを作りましょうか。はい、まずね、こちらを広げましょうね。揚げ物の粉、こちらを1本入れます。ドバドバ粉を混ぜ込みましょう。ね、折りたたんで広げると。ではね、こちらの型に入れていきます。ここがね、ナゲットで、こちらは魚のフライになるそうです。かわいらしい。おー、リアル。こちら魚のフライですよ。あとね、こちらね、魚のフライをね、カットしてポテトにします。点線に沿ってね、いきますよ。よした、できた。ではね、揚げ物をしていきましょう。まずナゲットからいきますよ。はい、上に上がってきますよ。油切りのね、上に置くと本物みたいですね。ポテトもね、揚げましょう。ぴょっと。お、上がってきた。ポテト早い。上がりましたね。チキンナゲットとポテトができました。フィッシュバーガーのお魚のフライ揚げてます。はい、20分経ちましたので出してみましょう。お、膨らんでますね。こちらもいい感じです。出してみて、かわいい。なんか歪んでる気がする、顔が。では、しばらく置いて乾かします。中に挟む具材をね、作っていきましょう。こちらのハンバーグの型に入れます。出してみますと、お、ハンバーグできた。こちらのレタスのところのね、型に入れて、おお、レタスができました。穴が開くようにを出すと、お、ピクルス。きれいに四角くカットします。出来上がり。チーズだ。では、次の工程に行きます。なんとね、焼き色がつけれるんです。こちらでね、ポンポンしていきます。これでいいのかな。いよいよ挟んでいきます。まずレタス、ハンバーグ、チーズ、ピクルスね、大好きなんで3つ入れちゃいます。クマさんのパンを置けば、おー、
美味しそうなハンバーガーができました。レタス、お魚のフライ、あっちっちチーズで、こちらのねパン、美味しそうだこちらせっかくなので包んでみましょうか。上手にできるこしる。包めと。ではいただきましょう。ハンバーガーから。おお、出てきました。いつも動画を見てくれてありがとう。今日はこの辺で、バイバーイ。